始まっちゃいましたよ、バイケアチャンネル。今日はまたまたコトキャンプさんに来ております。なんかあれですよねママさんが気になるテントがそうコトキャンプに入荷したんですよね。して今日から先着順で発売ということなんで、朝から来ましたね、高速道路を乗って飛ばしてきました。今回狙いのテントはジベタリアンのエゾマクっていう、いや僕聞いたことないんですけど、ほんまに。そう、私も聞いたことなくて、フォトキャンプ、あ、電車が電車通過します。そう、私も聞いたことなくて、フォトキャンプさん の, あのインスタで見てちょっとかっこいいなって思って、なんかスタイルを変えていこうかなっていう気分にさせるって。ママさんかっこいい系じゃなかったくないですか。うん、全然。なんでまた急にそんなイカチーブラック仕様に。いや、なんかあのそのインスタライブを昨日やってはって、それ見て店長さんかっこよかったから、スタイルがなんかかっこよかったから。店長さんかっこいいですよね、うん、服装もゴリゴリで。そう、ちょっと憧れちゃいましたちょっとね、狙っていこうかな。ちょっとずつ黒いギア増えてるし、じゃあ早速並びに先着順ですよ。そう、並ぼう。こんなとこでオープニング撮ってる場合じゃないそうやで、急げ、いきます。ちょっと見た感じ一人だっけ、多分帰るなこれ、まあ、とりあえず並ぼう。1個じゃなければ2番目やから、ドキがムネムネしてきた。はい、そうですそれは良かったです。あ、はい、どうも大事なことやからムネムネするのは大事なことや。はい、1分前に開けてくださりました。早速あの新膜を貼りたいと思います、はい、ありがとうございました。はい、連れて帰ってきました。ジベタリアン早速開けようかなって思ってるんですけど、いいでしょうか。なんかスタイル一気に変わりません。せやねん。だってパップテントってあんまり好きじゃなかったでしょ、ママさん。いや、でもあのツインクレスター言うたらでかいパップテントやんでかいパップテントおう、確か言うたら、うん、あの形はもう、そうやな。そうや。でもなんか今すごいドームに惹かれてたからちょっと遅いよな、でもドームに惹かれ始めのいつも遅いでしょ、うん、一歩遅いよな。流行りが
ピークに対してちょっと下がり気味の時にこう、そう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 情報入ってくるのがめっちゃ強い。うん、じゃあ早速開けてもよろしいでしょうか。開けていきましょう。はい、初めての開封動画。超ロースタイルテントですね。そうです。はい、地べたのね。よし、じゃあ開けます。ザン。かっこいい。ちょっと見せてもらっていいですか。どう、ケース黒ってかっこいいな。かっこいい、真っ黒やで。ジベタリアンって書いてる。ジベタリアンって書いてる。逆見てくださいよ。ドン。これ初め読まれへんか。読まれへんか。これなんて読むんっつって。そう、調べてんな。ほんでエゾマックって書いてます。かっこいい。エゾマック。今までの私とは想像できない。なんか全然ほんまにすごいガラッと変わるんじゃない。やんな。地べたってすごいよね。そう、ちょっと地べたでようキャンプしてる人おるけど、いや自分もやってみたいです。いやすっげー。自分もやってみたい。すげえ。自分も。じゃあ開けていきましょう。はい、じゃあ開けますよ。はい、うわ、もうめっちゃ同じ黒。ほんまに黒かな。真っ黒やねんけど。めちゃくちゃ真っ黒や。めっちゃ真っ黒やで。かっこいい。いきなりこの膜がね。うわ、このここは金色。黒金デーツやな。黒金や。黒金デーツ。黒金デーツ買わなあかん。黒金デーツ買わなあかんな。で、うわ、じゃあ本当入ってるのは何でしょうかね。はい、この5センチのアタッチメントポール、はい、4個です。4本入ってます。で、この4本普通にこのつなげたら105センチ4本ともが、はい、はい、4本とも105センチになるねんけど、この5センチのアタッチメントポール4個入ってるんですけど、この4個のアタッチメントポールは何のためについてるかというと、この真ん中のここ継ぎ目のところにこれを足すことによって5センチ伸びるのよね、はい、ってことは110センチになる、はい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 、で、5センチ足して例えばね、前だけに前の2本に5センチ足して後ろはそのままつけたら、こうもし雨降ってた時前から後ろに水はけが良くなるんよ。これなんかあれっすもんね、うん、てっぺんストレートっすもんね。なんかちょっとストレート部分が、そう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 、あんのよ。あるっすよね、うん、こう三角じゃないねんな。そうひし形みたいになってストレートになってから落ち込んでんねんな。そうめっちゃ広い。そのサイズ感、設営時は横最長約380センチ。まあまあ3メーター、まあ、約4メーターで、縦が240。そうやろ、うん、縦にコットが2本入るって言ってたもんな。そうめっちゃ広いよな。だからもうほんま早う貼ってみたいねんけど、ちょっと想像コットを縦に2個並べたら、うん、ゴロ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 締めたからな。ゴロゴロゴロってできることが、そう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 、ゴロタリアンや。ゴロタリアン。ジベタリアンからのゴロタリアンができる。起きることなくして一日を過ごす。そうそうそう、ゴロ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 できるっていうね、夢のような枠じゃないですか。うん、ママさん、ほんまに。で、ポールとポールの間が横が180センチ約2メーターで、縦が約80センチ。ポールとポールの間がね、だからもうフラットな、天井がフラットな状態がそんだけあるってことやから。そうだから、ちょっといろんな張り方を楽しめるってことや。え、これってあのガイロープ的なやつって黒なんすね。そう、ガイロープも真っ黒。すげえ、何本入ってんのこれ。これってほんまにガイロープなん。裾用ループです、これ。裾を打ち込むためのう、うん、ループです。ガイロープではない。ガイロープはベッド、ベッド用意しなダメですね、黒。なるほど、黒がいいんやったら黒。まあ今の
ままでいいんやったら、ま、使い回しでもいいし。まあ改めて外録買いますか。じゃあ買うのかな。じゃあ何色にします。テント黒ですか。黄色。阪神タイガース黄色と黒って阪神タイガースそう、阪神タイガース阪神タイガース金色とか黒金でいいっすよ。僕、黒金縛りにこだわるの。だって、金子が金色やから、うん、黒金でいいっすよ。金の外ロープ見たことないね。金の外ロープ知ってる方、教えてください。まあそんな感じですね。セット内容はちょっとね、はい、煙突穴がね2個あるんですよ、これ。そう、だから薪ストとかめっちゃおすすめやねんけど、煙突穴どこ、煙突穴があります。マジックテープをね開けてくれてる、まん丸に開けてます。開けてくれてる、優しいですね、これ。すごいなぁ。これが2箇所あります、左右に。いいね、これ。うわ、冬とか面白そう。地べたで巻きストとか、うん、雪中やってみ。お尻冷たいよ。死ぬわよ。地べたリアン、地べたリアンのお尻は冷たいよって。湯たんぽの上にも座るしかないね。うん、ほんまにそうだ。いや、楽しみやな。冬まだまだやけど、でもね、私さっき発見したんやけど、煙突穴2つついてるけどな、はい、薪ストーブをインストールできる仕様になってますけど、推奨してるわけではありませんって書いてある。当然やと思う。、うん、そこはもう自己責任ですよね。はい、ジベタリアンは環境を大事にしましょう。これでも4本じゃないですか、うんうん、跳ね上げのポールは別ってことでしょ。こっちとね、あの4隅な、4隅でしょ、うん、4隅でしょ、うん、あ、前の膜、前の跳ね上げのポールは別ですもんね。ほんまや、それはついてません。でも結構この跳ね上げが左右と前やから、最大ポールこのここもいるし、ここもいるし、あー、いよいよ、あ、両サイドも跳ね上げれんねや。そう、両サイド跳ね上げれるから、すげえ。どういう状態になるんかな、めっちゃ広いやんな。んで、あとはペグ最低14本いるって書いてます。14本。最低で14本。で、あとね、面白かったのが、夏はテント内が高温になることがあります。換気や温度管理を十分に行ってください。特に色が黒ですので、熱を吸収しやすくなっております。真夏の直射日光化など、使用しないでください。使用しないでください。いや、楽しみっすね。はい、ソロキャンプライフやね。エゾマクのソロキャンプ動画楽しみにしてます。はい、上手に撮れるように頑張ります。じゃあ今回はこれぐらいかな。この辺で終わりたいと思います。エゾマク黒でした。ファイテオチャンネル、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。久しぶりに言うたわこれ。確かにな。はい、じゃあ皆さん、また会う日まで、さよなら。